フランス各地で治安対策法案に抗議するデモが続いています。フランスで5日、議会で審議中である警官の顔の撮影や拡散を禁止する法案に反対したデモが行われ、およそ5万2000人が参加しました。首都パリではデモに便乗したコアシアと呼ばれる集団が銀行の入り口を破壊して侵入したほか、路上の車に放火するなどして治安部隊と衝突しました。